セイバードールズの度重なる失敗に業を煮やしたファウストは巨大浮遊兵器サウベルベルクで一気にジャポネスを消滅させる作戦に出た。一方、家康の命を狙うティーゲルたちは手薄になったジャポネス城に侵入する。小樽たちが駆けつけた時すでに遅く、家康はティーゲルの刃に倒れた後だった。主を失ったジャポネスと小樽たちの運命やいかに。城西変形盾ジャポネスガー。ちっちゃ、ねえどうしたの。目開けてよ。ねってば、返事してよ。ちっちゃ、現れた巨大階級はガルドラントの特攻兵器であることが判明しました。なおこれを迎撃すべく出動した我らが喫下部隊は、赤毛の一団によって全滅。なんじゃと。巨大階級は依然その進路をジャポネスに向けて進行中。市内に侵入するのは時間の問題であります。ナマンダブ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 。じゃあ将軍様が浮かばれねえや。将軍様の作った町を、俺たちのジャポネスを守るんだい。そんな、守るったって無茶だよ。私たちも行くよ。ライム、ダメだよ。だって約束したもん、一緒に花火するって。一緒に花火するって、じっちゃんと、じっちゃんと約束したんだもん。バカ、今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そうだ、もたもたしてると小樽まで将軍様みてえになっちまうぞ。小樽が。こちらティーゲル、任務は完了した。まもなくそちらに帰投する。指導者を失ったジャポネスは落ちたも同然。よくやったぞティーゲル、さぞやお喜びのことだろう。お前たちのファースト様もだ。いけすかないやつだ。どうしたルクス。あんなところに人影が。あれはなんだか、もどきやかなんだか知らねえが、こうなったら将軍様の弔い合戦だ。町を荒らされる前に俺がぶっ壊してやる。どうおめえたちは。こんなところで一体何をしようってのさ。まさかお前一人でザウベルベルクを止めようというわけでもないでしょ。てやだ、そことやってみなきゃわからねえ。あったかそこどきやがれ。貴様一人が足掻いたところでどうなるものか。だがたとえそれが虫けら一匹だろうと、ファウスト様に盾つく者は殺す。小樽、ライム、あんたらの思い通りにはさせないよ。小樽様は私たちがお守りいたしますわ。ゼリー、ブラッドベリー。小樽、小樽、大丈夫？まだ動いてる？痛くない？ねえ、小樽。これくれどうってことはねえぜ。小樽、よかった。
をいじめたな。許せない。どうやら決着をつける時が来たようだな。どうやらセイバードールズはライムたちと接触したようですね。撤退させますか。構わん。所詮先の見えた消耗品だ。ジャポネスもろとも消滅するならそれも本望だろう。プラズモン、まずい。みんなここはひとまず引け。でもオタル、プラズマだ。このままじゃおめえたちが危ねえ。早く避難するんだ。仕方ないね。勝負はお預けだよ。お待ち。逃げる機会？ここまで来てそれはないだろ。バケロ、今はそれどころじゃねえだろ。プラズマを食らえばあの爆弾だってあたりすまないはず。おめえらの作戦は失敗したんだ。失敗だと？プラズマごときでファースト様の野望がついえるとでも思ったか。何？あ、オタル様、あれ。え、バカな。愚か者め、我らはすでにプラズマをエネルギーに転換するシステムの実用段階に入っているのだ。つまりどうあがいてもジャポネスは助からないということだ。そしてお前たちも。ライム、勝負あったようだな。これで終わりだ。何？貴様何のつもりだ。もうたくさんだ。ねえ、これ以上大切なものを失ってたまるか。大切だと。そうとも、私にだって大切なものがある。失いたくはない。ファウスト様の願い、ファウスト様の愛、そのためにはお前らが邪魔なんだよ。お父様、おたるといて、それじゃおたるが。消えてもらうよ。ダメ、オタルどいて。これじゃあオタルが死んじゃう。わしはひどい男だの。信じようではありませんか。新たな時代を築く彼らを。
なんだ、何かが来る。心意気しかと見届けたぞ。ここはわしらに任せてもらおう。その声はじっちゃん。それに彦田さん、家康だと。そんなバカな。どうしてじっちゃん生きてたんだね。これは仮初めの命じゃ。万が一に備えわしと彦田の記憶と思考パターンをこの体に移植したに過ぎん。ただ命あるうちに全うできなんだ。我らが使命を果たしに戻ったのみ。細かい説明は後じゃ。おたる、その深手ではまともに戦えまい。皆を連れて城へ戻れ。あ、でも城の裏庭にジャポネスを救う最後の手立てが隠されておる。キーワードは王手飛車取りじゃ。王手飛車取り。ここはわしらに任せ。さ、早く。おう、ライム走れるか。うん、よし。ジェリー、ブラッドベリー。頑張ります。あいよ。よし、行くぜ。お待ち。主らの相手は我らが務めよう。ふざけるな。そこをどけ、この死に損ないが。これも新たなる時代のため。今しばらく恥を忍んでお相手つかまつる。おのれ。じゃあ通れそうもないぜ。仕方ねえ、裏通りから行こうぜ。ねえオタル、後ろに何があるの。わからねえ。王手飛車取りって何なのさ。あ、わからねえ。とにかく将軍様がそう言うんだ。城へ行ってみるしかねえだろ。レレ、今のはオタル城に向かってるみたいだぜ。よし。なんでこりゃ。なんかじっちゃんが好きだったゲームみたいだ。将軍様が。しかし、なんだってこんなもの。これを専門的に言うなら中飛車ってやつだな。攻められている王様がジャポネス城で、中央突破を狙っている飛車が敵の爆弾ってとこか。花子てめえ。ギャチョ、オタルくん、何よ。教えてくれ花形。敵の飛車から王様を守るにはどうしたらいいんだ。将棋の基本は防御だよオタルくん。金の駒を5発持って守りを固めるんだ。そうは簡単に言うけどよ、こりゃ大変だ。力が入んない。故障さえしていなけりゃ。まったく見ておれんの。みんな助立ちするぜオタル。よし、行くぞ。なんだ。おい、マミヤオタルがまた何かやってるらしいぜ。オタルが。マミヤオタルが何かやってんだってよ。なんでも将軍様の秘密兵器らしいぜ。こいつに参加しなきゃジャポネスとも治れだぜ。攻撃は最大の防御ともいう。皆の衆、角道を定め、すべてに転じるのだ。そう。
奴ら何をしておるのだ。最後のあがきでしょう。行けオタルク、一発逆転の大手下取りだ。おお、これはすげえぜ。なんだと！行け、ジャンプネスが、ジャンプネスを守れ！ブラッドベリーは最終段階に入ったようじゃな。